かつて封印されし魔人、その意志を継ぐダークサイドプリンセス、そして長き眠りより目覚めたもう一人のプリンセス、二人の戦いによって人類は再び悪夢へと誘われる。魔人復活のため様々なトラップを操り、人間の魂を集める。その行く手に現れるかつてのヒロインたち、真の魔人の娘はどちらか、魔人を復活させるのはトラッププリンセスたちの美しくも残虐な戦い。決して冷めることのない悪夢が今始まる。影の王、もう一人のプリンセス、3月26日発売予定。豪華特典とセットのプレミアムボックス同時発売。プレイステーション。